ラザービート。あ、そうだ。まずはこのシーンに注目。俺今日から夕飯作れないから。なんだよ、まだ怒ってたの？ちょっと早見さんが吹き出して NG。 一体何があったんでしょうか。いや、これマジで、みんな耐えたんだから、お前も耐えろよ、バカ。耐えたんだよ。実は中尾くんがご飯を飛ばしてしまったのが原因だったんですね。桜井家の現場はいつも笑いが絶えない楽しい現場。本当の家族のようにチームワークバッチリなんです。これだよ、これだよ。くそー。そんな桜井家の素顔に迫るパーソナルクイズ第2弾。まずは玉山さんに関する問題。玉山さんが見たおばあさんが連れていたのはという。これどういうことなんでしょう、玉山さん。友達と飲んでまして、うん、帰りにお腹減ったから、うん、デニーズに行こうと、うん、早朝なんだね、はい、行った時にあるおばあちゃんが散歩をしてたんですよ。その散歩した動物があまりにも面白くて。動物なのね。はい、どうぞ。カンガルー。それは見たい気もしますね。見たい、見たいよね。もっとちっちゃい。ハムスター。もっと硬い。はいはいはい、どうぞ。ヘビ。はいはいはい。カメ。そう、カメです。カメ、はい、カメの甲羅にタコ糸を巻いて、おばあちゃんが散歩したんですよ。そのスピードはやっぱりカメペース。カメペース、いや、カメの方が前に行ってたんで、また面白かったんですよ。なるほどね、はい、もう絵的にはすごい最高でした。続いて早見さんのクイズ。早見さんが最近やってしまった大失敗は何でしょう。大失敗多いからな。多い。あれ聞きつけならない。もう皆さんが知ってること、現場のみんなも知ってますよ。え、大失敗、これ大ヒントだな。今の3日4日前ぐらいからもずっと。3日4日前失敗し続けてる、事件が起きたじゃないですか、まあ俺の中での。いや、それは分かんない。大失敗ってことは自分がかっこいいと思っていたことがでしょ。いや、そんなことないですよ。現場でかっこいいと思ってないし。嘘、いつも言ってんじゃん。本当だよ、俺シティーボーイだから。いや、シティーボーイはシティーボーイですけど、かっこいいとは思ってないです。ちょっとは思ってるでしょ。いや、思ってないです。ちょっとぐらいは思ってるでしょ。ちょっと。ああ、分かった。どうぞ。こいつは親知らずを抜いて、本番中に親知らずが痛えって言っちゃった。さあ、答えは。あ、まあ。正解ですね。親知らずを抜いた。あ、そうだ。そうなの。おかしいな、役関係ないのにさ、本番の最中に親知らずが痛いとか言う。そう。それはアドリブってことでよろしいでしょうか。アドリブでも何でも意味ないでしょみたいな。だってもこみちは親知らず抜いたけど、リクは親知らず抜いてないから。そうなんだ。そうなんだけど。抜いてないのリクで親知らずいてって言ったんだよ。そう。使えないじゃない。そう、やっぱり NG だったんですか。いやいや、音消しますよそれは。あ、なるほど。あれはもう本当にあの瞬間に痛いって感じたんで出ちゃったんですよ。でもふざけんなよ、だってさ。本番言わないよね。そうだ、本番の最中はお前はあくまでもリクなんだ。リクなんだから痛くても我慢しなきゃ。そうだよ。そう、だからあれ言われてからもう俺家でへこんでました。まだ痛いですか。だから飯も食えないんですよ。あらあらあら、はい、そんなのステーキ食べたって言ってたじゃん。食べてやったじゃあその時は痛み止めと、そう、痛み止めかなんかやってもらってステーキ食っちゃったとか言って。もう素敵な夜はね。何でも NG っていうこともあると思うんですけれども、一番失敗するのはどなたですか。いや、早いですね、はい、間違いなくご本人は自覚が。自覚ありますね。はあ、はい、どんな間違いしちゃうんですか。セリフが飛ぶ。リハーサルから間違えてるのをずっと本番まで引きずって間違えてる。そうそうそう。毎回同じとこでつまずくタイプですね。そう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 、はい、へえ。